こんにちは、レゴブロックです。今回マリオカートやっていきたいと思います。この昨日か昨日ね、ちょっと撮影してましたら、みんな昔覚えてるかな、俺が動画で言ったそのモノマネグランプリに出てたその平野翔に似てる人がいるみたいな、平野翔に似てるのでモノマネグランプリに出てた人が全然似てなくてめちゃめちゃブサイクだったっていう風にボロクソ言ったんですよ、マリオカート で今日撮影したら、すいません重機役みたいな言ってきて、で誰こいつと思ったら、この前マリオカートですごく言われましたよみたいなこと言ってきて、あーと思って、その平野翔のモノマネ似てるっていうのが出てた、そのそいつがおったんですよ。でもうすごいなんかマリオカートで言われましたよみたいなこと言ってきて、あお前かとか言って、でうわなんか実際に会ったもんだから、なんかうわなんか感動しちゃって、君とか言って、あのモノマネグランプリ出てた人やねったら、あそうですとか言って、マリオカート結構言われましたね、言ってくれましたねみたいなこと言ってきて、あの実際本物を見たらね、やっぱ似てなかったね、全然似てない全然似てない、いやかっこいいのよ、別にかっこいいんだけど、平野翔に似てるって言ったら似てない、似てないし、なんかそれでなんかあの日なホストやってるらしくてね、あの日はなんか前日イベントで酒でなんかコンディションが悪かったんですとか言って、いや別にコンディション良かっても別にお前似てねえけどなとか思いながらも、いや追ってすげえなんか感動したね、実際にテレビというかテレビでね一応見てた人が出てきたから、だからねなんかね俺もねその頭ごなしになんかいろいろ言うもんじゃないなと思って、ちょっと待ってアラーム鳴ってる、俺この時間に起きるつもりあったっけ、ちょっと待って危ない危ない、なんかそうだから俺いつもなんか適当に言うでしょ、その人のなんか人をボロクソ言うじゃないですか、しょうもないとか言って、そういうこともね言うのやめよう、もう実際に会った時にね気まずくてしゃあないから、もうだからそういうのねやめていこうかなと思って、だからなんかその絶対に会わないだろうって思ってる人でも、もう絶対いつか会う可能性を考えて僕はこれからね生きていきたいなというふうに思ってるんですけども、なんかもうあれですよね、本当にさっきも言いましたけどね、 TikTok が終了するってなってね、さっきちょっと言い切れなかったからもうちょっと言いたいんだけどね、なんかいるでしょ、なんかふーんって顔取ってなんか首揺らしてるだけのしょうもない女そういうやつらはね全員消えてくから、お前ら調子乗んだよ、今だけだからな人気あんの、全員消えてしまえっていう風に言うと、また出会った時に気まずいから僕はやめますね、こういうことをやめます。